今回はスシロー騒動についての著名人の反応について国民の意見をまとめました。回転寿司スシローにて迷惑行為を働いたなめろうし、ほか同じく回転寿司にて醤油差しに口をつける、焼肉店で使用した爪楊枝を元に戻す、カラオケ店でアイスの機械に口をつけるなど模倣犯が相次いでおります。これを受けて一部の著名人もこの一連の騒動に言及しておりますので、話題になっている発言をピックアップしていきたいと思います。このチャンネルはまさに今炎上している話題について世間の声をまとめています。もし気に入りましたらチャンネル登録、また視聴者の皆さんのご意見もいただけると嬉しいです。それではどうぞ。まずはメンタリストライゴ氏の発言から。スシローもういけないとかいう薄情な人たちには驚きだ。むしろスシローは被害者であり、今までスシローのおかげでうまい寿司を安価で食べてきた人たちは今こそスシローを支えるべき時、スシローが潰れて安価に寿司が食えなくなって困るのはあなたですよと言いたい。支えるのはわかります。しかし自らが来店時にそんな迷惑客がいる可能性が現在払拭できなければ、口の中に入れるものが安全なのか、正しいものが正しい状態で提供されているのか、家族に被害が及ばないのか、そんな心配をして何か他人に非難されるようなことなんでしょうか。それに支えるのは何も今現在食べに行くことだけじゃないのでは。経営判断次第ですが、もし食事の仕方のシステム変更やサービスの仕方の変更等があり価格に転嫁しなきゃいけなくなったりしても、今後は安全なら通う、これが問題を解決した上で支えるということだと思います。正直スシローを救いたいというのもピンとこない。白状動向ではなく衛生面が不安なところに行って頑張って食べることが本当にスシローのためになるのだろうか。一時的な客の減りを抑えるくらいはできるだろうが、それくらいしか客にできることはない。被害者であるスシローが加害者に対し厳格な対処をし、衛生面も含め客の不安を払拭するしかない。それが唯一スシローのため、飲食業界のためにできること。言いたいことは理解できるけど、論点はそこじゃないんだよな。スシローのおかげでって言っているが、ネタ、味、安全性、立地、提供時間、サービス等が価格と折り合っているから、他の外食産業、同業他社と比べて選択しているだけ、衛生的、精神的にもマイナスなことが思われるなら足が遠のくでしょうに。この場合は、気になる人もおられるだろうけど、お持ち帰り、全品注文、アルコールによる自前での消毒など可能な限り回転寿司チェーンを応援しましょう。これだけでよくて、二の足を踏んでいる人を攻撃しなくてもよい。文面的に体裁が取れてますが、スシローに世話になったという意識がありますか？私にあるのは商売として提供する適切な価格で利用して一人の売り上げになったという意識ですよ。恩義を感じるほどに利用はしていませんが、商売は尽くすものと意識するより、ウィンウィンの関係だと考えるべきだと考えています。応援しようぜと声を高々に上げるものに賛意は示すし、利用することに私は抵抗はないが、抵抗ある人を煽る言葉を吐く時点で、何様？と思いました。相変わらずなんだね。自分だけ分かっていると思い込んでものを語るところなんて。さて、スシローもいくつか前の動画でスシローにはしばらく行きたくないと言いました。そしてライゴ氏のツイートを見てもそういう考えもあるんだなぁと思いつつ、スシローはやはり行きたいという気持ちにはなりませんでした。スシローを応援したい気持ちはありますが、だからといって安全衛生面に不安がある状態で無理して食べに行くことが本当にスシローの方々にとっても良いことなのでしょうか。なのでライゴ氏の言いたいことは理解できますが、賛同はできません。それにスシローが潰れて安価に寿司が食えなくなって困るのはあなたですよと言いたいという一文。なんかスシローに行かなかったお客さんは悪人のような言い方ですね。加害者はあくまで迷惑行為を働いたバカッターたちです。スシローが経営悪化する原因の矛先をお客さんに向けるのは間違ってると思います。スシローはスシローを応援したい気持ちと今食べに行くことは別問題だと考えます。もちろん食べに行きたい人は行けばいいけど、行かない人が非難されるのは違うと思います。続いて元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏。もう原骨散髪とサラミガキ1週間くらいで許してあげなよ。めんどくさい世の中だな。相手子供だろ。スシローの話、被害なんて一つも受けていない匿名の変な人たちがピーピー言ってますけど、こんなもんは悪ふざけのガキがいたずらしただけの話、第三者はほっとけばいいです。てか本気で経済損失が160億でとか書いてきてる人いるんですが、かぶって買ったことない系ですか？昔動画拡散がない時代だったらそういうことで許すこともあるかもね。ただ今はこれをすることで回転寿司という業務形態自体に感染症リスクや衛生的な問題があり、動画を上げることで注目され自己肯定感を高めるやつが後に続く可能性がある。これを許すようなら自分は回転寿司に行きたくないし、社会的に立場のある人間が前時代的な擁護をして業界全体の信用を貶めるようなことをしてはならない。長谷川氏のように考える人もいれば法的措置をと考える人もいる。だから今回の会社の対応も理解できるというより当たり前だ。こうした問題は社会の中でずっと続いてるからね。相手が未成年であってもこの子の健全育成を考えるならきちんと社会のルールに基づいて責任を取らせることは大事だと思う。
甘い対応をして世の中を甘くミルクに育ってしまった社会が困るからね。謝罪についても真に反省し謝罪したのであればまだしも、騒ぎが大きくなってきたから沈静化のためという意図であれば許されるはずはない。保護者においてはこの点を見極め、この子にきちんと責任の取り方も学ばせるべきでしょうね。今回の件については謝罪は必要だが、それだけでは足りないでしょうね。未成年だから保護者が責任を取る部分も出てくるでしょうね。食い逃げのように会社のイメージを損なうことがないような事案は原告3発で済むかもしれませんが、今回のような事案は提供方法など設備を再検討せざるを得ない印象を消費者に与えてしまいかねないところまで行ってしまっているような気がします。加害者の個人情報を上げたりするのはうざいとの表現自体それなりに理解しますが、行動に関しては非難されるに値することだと思います。株の理解度でマウント取りたいようですが、どうでもいいです。ここまで大事になってしまうことを、無責任に行動に起こしてしまえることが問題なのだと思います。確かに周りがピーピー言い過ぎという意見は否定しない。ただこういう行為をしてわざわざ動画アップする人が原骨散髪とサラ磨きで本当に自分のしたことを反省するのか疑問。昔から子供のお店での悪ふざけは大なり小なりあったと思うし、お店と親に注意弁償があったとしてもローカルで住んでいた。しかし SNS の普及した現在、負の影響も比例して大きくなるということを、子供のうちから勉強させる必要がある。親も学校も必要以上にさらされて社会的制裁を受けたことは多少気の毒に思うが、今後他の子供が同じようにバカな真似をさせないためにも相応の賠償は請求すべきと思う。長谷川さんは他人事だから簡単にそんな発言ができるのだと思う。被害者にはこれ大問題ですし、一番困るのは模倣犯が同じようなことや、もっと過激ないたずらをすることや、ネットで発信されることだと思います。この犯罪を完全にゼロにはできないとは思いますが、軽い罰で終わらせるよりも相応の責任を果たしてもらう方がこの手の犯罪行為を減らせると考えていると思いますし、それは間違いではないと思います。回転寿司業界全体でこの手の犯罪への対策に取り組んでいった方が良いと思いますし、他の飲食店も被害に見合った責任を加害者に払わせるように泣き寝入りせずに法律にのっとって訴えていく方が良いと思います。子供の万引きとは違う。そりゃ子供がいたずら半分に万引きしたとかならそのような対応もありとは思う。でも高校生にもなってそんな子供と同じ対応でいいのか。そして今は社会的影響が大きいことができてしまうこと、確かに昔はお店と子供の間だけで問題解決できる範囲だったからであって、ここまで社会的影響が大きいのでそれだけでは済まされない。民事解決より刑事解決してしまった方が合理的かもしれないな。大吾氏のツイートに関しては理解できるところがありました。思うところの方向性は水と同じでしたが、大吾氏は狭い視野でしか物を見えなかった点で水と意見が違ったという印象です。ですが長谷川氏に関しては全くもって理解できないし、したくもないです。あのレベルの犯罪を子供だからといって原骨散髪とサラ磨き程度で許したら、今ですら増えている模倣犯が日常化しますよ。結果日本の外食産業は壊滅的ダメージを負います。被害なんて一つも受けていない匿名の変な人たち、知らない間に被害者になってしまっている可能性があるところに今回の犯罪の怖さがあるんじゃないでしょうか。それにこの問題は日本の外食産業全体の問題です。月1程度でも外食に行く人にとっては被害者でなくてもすでに巻き込まれている問題だと思います。ほっとけばいいという低レベルな話ではなく、それは無関心なだけです。ついの家は家族の誕生日は必ず外食をします。そしてその時は本当にみんなが笑顔が絶えない時間を過ごしています。でもその裏でついや家族が使用した食器があんなおぞましい行為をされたものだったとしたら本当に許せません。ちなみに長谷川氏を擁護するつもりは全くありませんが、最後の一文の経済損失が160億、これは確かにちょっと違う話で、経済損失ではなく時価総額という意味が正しいかと思います。だからといってそれが影響ない数字というと違くて、例えばコンモス四郎が安全面を考慮して全ての店の設備を全面改装するということになったとして、銀行に融資をお願いすることになったとしたら、この時価総額が融資の一つの判断基準になったりするでしょう。さらには分かった後結託した人がことを起こす前にスシローや同僚の株を空売りするなどしていたらインサイダー行為にもなります。そういう危険を含めても原骨と皿磨きで許すべき事案だというのでしょうか。私は長谷川氏が時価総額という単語だけを知って株の知識全般を知った気になってマウント取っている残念な人という印象を受けました。そして何より元アナウンサーとは思えないくらいの発言の乱暴さ、言葉の稚拙さ、頭は良いけどバカなタイプの人だなという印象です。個人的には関わり合いたくないタイプの人ですね。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。